フレッド・アボットはメジャーリーグベースボールの右投げ右打ちの保守。アメリカ合衆国のオハイオ州出身。1891年、当時16歳ながらプロの門を叩いたアボットはマイナーリーグでプレーを始める。その後は1892年、1893年、1896年は独立リーグに1895年と、 1897年から1902年まではマイナーリーグに所属しメジャー昇格を目指した。そして1903年28歳となっていたアボットはクリーブランドナップスでようやくメジャーデビューを果たす。この年は当時の正捕手ハリー・ベミスの74試合に次ぐ71試合でマスクをかぶったが捕手として19失策17個のパスボールを 記録してしまい、また打撃でも打率、235に終わるなど不本意な数字に終わってしまった。翌1904年は、ベミスが打率、226と不調に陥ったが、アボットはそれに輪をかけて打てず、打率、169にとどまった。2年ぶりにマイナー A 降格するなど保守としての出場も33試合に減少したが、この年は急失策。 5パスボールという結果だった。1905年はフィラデルフィアフィリーズでプレーしかし、ここでも正捕手のレッドドゥインを超えることはできず、主に控えの捕手としてシーズンでは42試合に出場した。この年は34試合でキャッチャーに起用されているが、旧失策に対しパスボールを1個にとどめている。1905年10月にマイナーリーグのチームへと移籍したアボットは、 その後6年間をメジャーの舞台から離れて過ごす。しかし結局再びメジャーでプレーすることはなく、1911年のシーズンを最後に現役を引退した。1935年6月11日に死亡。カリフォルニア州ノースハリウッドのバルハラメモリアルパーク墓地に眠っている。ありがとうございます。